ナオチンです。さあ今日は新しい情報が出てましたので見ていきたいと思います。追加ダウンロードコンテンツの新しいキャラクター3名が発表されました。第4弾はルフィとヤマトとカイドウ、この3人で決定ですね。ゾロとキッドが来るかと思いきや全然違いましたね。そしてヤマトはプレイ動画も公開されました。ヤマトは通常がパワータイプ、そしてフォルムチェンジをするとスピードタイプに変化します。両方とも相当強そうで攻撃範囲がやばいんだよね。特にフォルムチェンジした時がこれパワータイプとスピードタイプ合わさったような感じになるんではないかな。相当強そうだよ。でカイドウも 2,3 日以内ぐらいにはプレイ動画が公開されると思うんですけども、カイドウはもちろんパワータイプで間違いないでしょう。もともとのカイドウが相当強いのでこれはねとんでもない強さになると思う。おそらく今回第4弾の3人の中でカイドウが一番強くなるんではないでしょうか。おそらくね、俺はそう思いますよ。そして配信日ですけども、配信日は未定です。まあ9月配信予定なので、おそらく新しくソフトが出る9月14日だとは思うよ。そこだとは思うんだけども、もしかするともうちょっと後になるのかもしれませんね。そしてなんと追加エピソードまで発表されてます。今回はヤマトだけなんだけども、他にもあと2つのエピソードが追加されるみたいです。キャラクターだけではなくってこの追加エピソードパックっていうのも買わなきゃいけないみたいだけども、これはぜひやりたいですね。はい、ということで今日はちょっと朝から興奮しましたね。第4弾の鬼ヶ島最終決戦パック3体が決定しました。ルフィとヤマトとカイドウ、この3体です。ぜひ早く使ってみたいですね。まだ使える日は発表されてませんけども、来週だろうね。来週発表されるんだと思います。まあもう少し待ちたいと思います。そしてまだまだ動画も出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。